はいどうも、モーリーです。今回は明治安田生命 J1 リーグ第29節湘南ベルマーレ対清水エスパルス戦のマッチレビューをやっていきたいと思います。まずは試合結果は1対1で引き分けとなりました。横浜戦から中2日でアウェー連戦となりましたが、苦手な清水に対して厳しいプレスをかけ攻撃の時間を多く作ることができた試合でした。前半早い時間帯に失点をしてしまうも、清水戦に強い男ウェリントン選手が最後の最後にやってくれました。ここでの勝ち点獲得は非常に大きなものとなりましたね。さあ、それでは清水エスパルス戦振り返っていきましょう。さあ、それではまずは両チームのスターティングメンバーから確認をしていきたいと思います。まずは湘南ベルマーレのスターティングメンバーはご覧の通りになっております。フォーメーションは 3-5-2、 ゴールキーパー谷選手、3センターバック杉岡選手、大野選手、岡本選手、ウィングバック中野選手、石原選手、アンカーにバラダ選手、インサイドハーフに平岡選手、タリク選手、そして2トップに阿部選手、町野選手という布陣になっております。前節より5名のスタメン変更となりました。前々節の川崎戦のスタメンからは1名の変更で、フォワードのスタートに瀬川選手から阿部選手という変更になりましたね。さあ、一方清水エスパルスの今節のスターティングメンバーはご覧の通りになっております。フォーメーションは 4-4-2、 ゴールキーパー権田選手、フォーバック山原選手、鈴木選手、達田選手、原選手、中盤4枚乾選手、松岡選手、白崎選手、矢後ピカチュウ選手、そして2トップにカルリーニョスジュニオ選手、チアゴサンタナ選手という布陣になっております。清水エスパルスは前節よりスタメン変更は1名となりました。左サイドバックに山原選手の起用となりましたね。さあ、続いてスコア、スタッツを確認していきましょう。ご覧の通りになっております。改めて試合結果は1対1で引き分けとなりました。シュート数では清水は3本、湘南は17本と、本当に前半立ち上がりに得点を奪われたシーン以外はほとんどの時間で押すことができていました。そしてボール支配率の部分でも清水が 41%、 湘南が 59% と、失点後からは湘南が押し込む展開が多かったですね。この試合ではロングボールや跳ね返したボールに対して互いにインテンシティの高い展開となり、ファールも多い形となりました。正直シュート数17本とここまでチャンスを作れていたなら複数得点を奪い川崎戦のような逆転勝利をしたかった試合ですが、勝ち点3を持って帰ることはできませんでしたが、重要な1ポイントを獲得できたのではないでしょうか。さあ、それでは今節の試合内容の振り返りです。今節の試合内容の振り返りはこちら。重要な6ポイントゲームで勝ち点を拾うというところを挙げさせていただきました。湘南としては中2日でアウェー連戦ということもあり、コンディションの部分でも厳しい状況でしたが、何としてでも落としたくないゲームで意地のラストプレーで追いつき勝ち点を拾うことができました。今節のような大事な試合で欲を言えば勝ち点3が欲しかったところですが、1ポイントでも持ち帰ることができたこと、また残念な試合を見せた後に連敗をしなかったことは良かったと思います。さあ、それではまずは今節守備面の振り返りからです。守備面の振り返り、一つ目としては一瞬の隙というところを挙げさせていただきました。この試合正直やられたのは失点したシーンぐらいではないでしょうか。ルーズボールになってしまったものに対し、平岡選手が競るのか大野選手が競りに行くのか曖昧になってしまった部分で、白崎選手がうまくダイレクトで裏へ流し、チアゴ・サンタナ選手はさすがの決定力を見せてきましたね。90分通して清水の決定的なシーンはこの一つだけだったので、非常にもったいなく集中して守りきりたかったシーンでした。そして守備面2つ目の振り返りとしては、インテンシティの高さです。スタッツでファール数の多さもありましたが、
湘南としては清水にロングボールを入れられた後に時間を作らせたくありませんでしたし、サンタナ選手への激しいチャージや中盤での激しいプレスで相手に時間を与えない激しさをしっかり見せることができていました。前節の横浜 F マリノス戦で出せなかった湘南らしさを取り戻すことができた試合内容になったのではないでしょうか。続いて攻撃面の振り返りです。今節の攻撃面の振り返りは一つ、決定力です。失点後の湘南のサッカーはボールも奪えてゴールへ迫るシーンを多く作り、良い試合を見せることができていたと思います。その中で最後の最後に追いつくことはできましたが、それまでに決定的なシーンがいくつもありました。前半には阿部選手までうまくつないだ中での素晴らしいシュートは権田選手のファインセーブに防がれてしまい、後半に関しては町野選手が2度も権田選手と1対1になるも、1つ目はパスを選択してしまいシュートへつながらず、そして2本目は権田選手のファインセーブにあってしまいました。他にも山田選手のカットインと見せかけた外側からの左足の強烈なシュートや、その後のコーナーキックからの山本選手のヘディングがバーを叩くなど、あれだけチャンスを作っているならばやはり決めきらなくてはいけませんし、今節の流れであれば複数得点を奪うことができた試合だと感じました。今後このようなシーンを決めていくことが目標に掲げた5位への重要な課題だと思いますし、突き詰めていかなくてはいけないところですね。そして得点シーンに関しては本当に最後まで諦めなかった部分、バラダ選手がフリーで滞空時間の長いボールをピンポイントで落とせたことが非常に大きかったと思いますし、ウェリントン選手も清水相手に4試合で3試合ゴールと清水キラーぶりを見せてくれました。川崎戦に続き後半アディショナルタイムに得点を奪える粘り強さが出てきたことは、この終盤戦に関しては非常にポジティブな要素となりました。次節はホームで勝ち点を伸ばしていきましょう。さあ続いて今節も個人的に良かった選手を1名ピックアップさせていただきます。今節最も良かった選手はウェリントン選手です。遠かった得点をラストプレーで奪ってくれたウェリントン選手を選出しました。今シーズンは出場時間も減ってきている中で、前半戦の横浜戦で得点を奪って以降得点からは離れていました。そんな中での久々のゴールということもあり、ウェリントン選手の清水エスパルスキラーぶりが発揮されましたね。昨シーズンからリーグ戦4試合で3試合で得点を奪っています。終盤戦残留争いの大事な6ポイントゲームで価値ある得点、勝ち点1を獲得してくれました。ウェリントン選手素晴らしかったです。次節以降もまだまだ得点を期待しています。さあそして最後に現在のリーグ順位と次節の対戦カードを確認していきましょう。ご覧の通りになっております。今節は清水エスパルス相手に勝ち点1を獲得しました。リーグ順位は変わらず14位となっています。まだまだ残留争いはわからない状況となっていますね。湘南としては残り6試合となりました。残りの6試合しっかり勝ち点を積み上げていきましょう。さあそして次節です。次節は9月17日土曜日、ホームで浦和レッズ戦となります。浦和レッズに対しては今シーズン前半戦では調子の悪かった浦和レッズに対して内容も圧倒的に悪く負けてしまいましたね。互いにその時からはメンバーも変わってきており、浦和レッズに関しては調子を上げてきています。ですが浦和レッズに関しては水曜日にリーグ戦があり、中2日での湘南戦となります。コンディション面では有利に戦うことができるのではないでしょうか。今節自信を取り戻した湘南らしさをしっかり出して上位チーム相手にも勝ち点を積み上げていきましょう。
ということで、今回は明治安田生命 J1 リーグ第29節、湘南ベルマーレ対清水エスパルス戦のマッチレビューをやっていきました。それではご視聴ありがとうございました。この動画が良かったなと思ったら、チャンネル登録、高評価してくれると嬉しいです。皆様からのコメントもお待ちしております。また次回の動画を楽しみにしていてください。バイバーイ。